はい、こんにちは、菊田です。今日のサッカー情報はですね、今までに僕が経験したことの流れを少し話をしてみたいと思います。もし皆さんのですね、参考になるようであれば活用してください。僕が、もう40年ぐらい、40年近く前なんですが、国見中学の指導をしていた時に一番考えていたのが実は社会性だったんです。もちろん僕らは全国に行ったり県のチャンピオンになったりっていうのを目指してました。でもその時に一番感じたのがこれだったんですね。なぜかというとですね、僕は当時こう今みたいに YouTube だいろんなものがあるわけじゃなくて、指導の本はですね、まあいわゆる文字として勉強しなきゃいけなかったんです。その時にこう、僕はいろんなサッカー以外のですね、指導者の本もたくさん読ませていただいて、一番こう自分も若かったので感銘を受けたのがバレーの松平監督っていらっしゃって、ミュンヘンオリンピックで優勝をされたんですね。その時の本をずっとこう読ませていただいて感銘を受けたのが実はこの社会性という言葉だったんです。それはどういうことかというと、どんなにね結果を残しても国民に応援をしていただけない、喜んでいただけないようなチームじゃダメなんだというようなことが書かれておりました。それはまさにそうだなと、僕はこう子供たちが、中学生がもし県で優勝した時に地域の人たちが頑張ったね、よかったねって言っていただけるような環境づくりが絶対必要なんだなというふうに考えています。で、そういうことですね、実はいろんなことを工夫してやっていくと、皆さんですね、こう敵と味方って変な書き方なんですが、批判をたくさん来ます。そして、応援もたくさんしていただきます。もう、苦しいような時があります。あいつはね、もう勝てねえからやめさせろみたいな時代もありました。でも、もちろんそれはそれで何の問題もなくて、僕は自分の信じることをこう継続できたって言いますかね。そのためにはですね、敵味方もとにかく一人でも味方が多ければ俺は自分のやり方を信じてやるんだっていうことを考えてやってたんですね。で、そういうためにですね、まず地域に皆さん実はこういう形でお願いをしていったんです。生徒、実は当時は中学校の中退連ですから、僕ら生徒なんです。育てるのは選手じゃなかったんです。生徒をいわゆる大人にしていかなきゃいけないという使命もありました。そのためにはですね、いわゆる学校があります。そしてもちろん保護者があります。そして地域社会がここにあるんですね。で、僕らが指導者なんです。この中に生徒を中心に据えるんです。学校にいる生徒じゃなくて、保護者の家庭の生徒じゃなくて、社会の中の生徒、いわゆる指導者だけの生徒ではなかったんです。きちっとこうこの中の真ん中に入れてね、みんなで連携をして子どもたちを見るということをものすごく僕は考えたんです。ですから学校で悪さをすると僕にも情報が入ってきましたし、サッカーのことも先生も聞いていただきました。で、保護者の方ももちろん学校とも連携ありますけど、僕からも保護者にいろんな、逆に言うとね、あそこの子これが、ね、できるから最高なんですよって伝えといてくださいっていうようなことを保護者を通じて生徒に伝えていただいたとかですね。それが社会のもですね、やっぱりボランティアじゃないのでいろんなことができるわけじゃないんですが、生徒たちはまず地域の方にきちっと挨拶ができるとかね、もうゴミを拾うとか、本当にこう単純なことなんですが、地域の社会にそれが実は貢献していることになるんだということをしっかりと伝えながら、そして社会の方も僕にサッカー部の生徒がなんとかだよっていうのを僕のところにもきちっと伝えてくださったんですね。そうするとですね、こういう四角の中に生徒が真ん中にいて、変なとこにこう飛び出して変なことにならないんです。
みんなで見てあげるから。逃げ場は、例えば僕がしっかり怒ったりすると今度保護者が逃げ場になったり、学校が逃げ場になったりするわけです。逃がしながら、この中でこう鬼ごっこをしてるという感じですね。こういうことでですね、こう、地域の人にこう支援や応援もしていただくということがものすごく大事だったんです。だから、当時はですね、僕も実は真面目だったんですよ。なぜかというと、生徒に見せなきゃいけないから、背中を。そういうことなんです。自分の生き方が生徒に伝わっていく。そして、みんなで一緒にこう頑張っていくという環境を作ることが僕は社会性だというふうに考えてました。そういうことでですね、こうして手伝っていただくと僕ら指導者はものすごく楽なんです。その代わり僕もですね、時にはこう学校の生活指導部のこう会議なんかに夕方こう出させていただいたりもしたんですよ。そういう学校のこう指導のね、方針とかも僕も聞いて、それにお手伝いが、サッカー部として何ができるかみたいなのをお互いにこう協力をさせていただいて、どうかするとね、生活指導部のせいから、北さん、そのサッカー部のね、ちょっと活動性停止を1週間してほしい。なんとかが、こんな悪さをしたから、これは学校のルール違反だ。でも僕らが頑張ってるから、事前に僕にもその連絡をいただいたんですね、学校から。だから、大丈夫ですよって、それは学校が第一なので、まずそのルールに従いましょうと。そういうことを、こちらが提案することで、学校がまた協力をしていただけるという形なんですね。そういうですね、実は、指導者、今はごめんなさい、わからないけど、当時のこう中学校のクラブ活動の指導者って、ピッチ以外のところで指導をするっていうのがですね、たくさんこう仕事があったんですね。そういうところが僕の言う社会性だったんです。皆さんが今指導をやられてる先生方が、まあクラブティームなのか学校ティームなのかわかりませんが、もしですね、どちらにしても子供たちが一生懸命トレーニングをして勝った時に一人でも多くの人が応援をしてくれる、よかったねって頑張ったねお前たちってこう言ってもらえることがですね、実は子供たちのモチベーションにつながり、子供たちがサッカーをやっててよかったねって思う瞬間じゃないかなって僕考えます。ぜひですね、そういうことを考えていただいて、もし参考になったら活用をしていただければと思います。すいません、私の勝手な話をご視聴いただいてありがとうございます。はい、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒です。7分33秒。